喧嘩四つ右対左の時の内股をやってみたいと思います。これもこの足元三角形を利用して練習してみてください。もしも自分の釣り手が下から持てた場合ですね、どの技もそうですけども、下から持った場合、技に入るスペースを確保するためには釣り手、自分の小指のこの横の腹を相手の肩口に当てて技に入れるスペースを作っておきます。この状況から1、2、ここまでは先ほどから言うようにいろいろな技に入る途中までが同じですね。1、2、内股の場合、ここからワンステップして1、2、3、ワンステップをして内股へ入ります。1、2、3、1、2、3。これはワンステップしますから、ある程度自分でリズムを取りながら練習をして、もらいたいと思います。今度は同じ下から持った場合でも、相手が上から釣り手をぐっと下ろしてくる時があるんですね。この時の内股の入り方なんですけども、一度大内刈り、浅めの大内刈りに入ります。その時に自分の釣り手、肘を上げる感じですね。あえて押さえてますけども、自分の手首を支点に肘を上げる感じで相手の釣り手を上に上げて重心をずらしてください。浅めの大内刈りに入って相手の釣り手を上げます。ここからこの軸足でけんけんを後ろにしながら内股に入っていきます。この時に引き手は真下に引いてください。真下に釣り手は相手の脇の下を上げるような感じで肘を上げてください。ここからけんけんで回ります。今度は、自分の釣り手が上の場合です。これは相手の釣り手を殺すために自分の肘で相手の肘を横から絞ってください。そうすることによって相手は窮屈になりますから肘を上げようとします。これをうまく利用して内股に入ります。絞り込んでここを利用します。
内股の場合どうしても、小さい選手は釣り手は下から持つことが通常のパターンだと思われがちですけども、多少の身長差があったにしても自分が上から持って横に絞ることによって相手と同じ目線で柔道ができます。それに相手は窮屈になりますから、この窮屈さをうまく利用して様々な方向に内股を入る方法もありますから、小さい選手は必ずしも下から持つだけの釣り手ではなくて、上からも持ちながらいろいろなパターンで、内股が入れるようにぜひ練習をしてみてください。